田さんの原宿ファッションの女の子たち、お家の人はどう思っているのか気になりませんか。さあ今日のファッションのテーマはパーティー系にしてみましたというキャリーさんに聞いてみました。キャリーさんじゃないんですけど、ちょっと気分で着てみました。リボン好きなんですよ。古着をなんか個性的に着るのが好きです。そのまんまで着るってことはない。そのまんまはあんまりないですね。でもすっぴんでなんか普通にあのボーダーとかジーパンとか着て出かけました。僕はお母さんが嫌がるんで。お母さんこれ嫌いなんですよ、パニエ。なんでこんなの着るのとか言うから、これはリュックに詰めて出かけます。トイレで入ってます。今日もちょっと喧嘩してきたんですよね、家出るとき。そんな感じでどこ行くの、早く帰ってくださいとか言われて、いつも泣いて出てきたりとかします。うるさいよって言って。そんなわけで早速キャリーさんのお宅にお邪魔しました。どこで見たことある。私岸本見たことある。この日はさらに派手なファッションで登場。そしてこちらがキャリーちゃんのお部屋です。意外にも洋服の数は多くなかったんですよね。お金をかけないで上手に着回すのがキャリー流なんだそうです。この方がキャリーちゃんのお母さん、一体どう思っているのかお話を聞いてみました。私的にはもう最初見た時はすごくびっくりしたんですけども、もう宇宙の感覚のファッションかなっていう感じがあったんで、日々いつも進化していくんですよね。と思ったらカラーコンタクトが入ってたり、バッグの中を見るとまつげが入ってたり、どうも目が気に入らないんですよね。いや、いいんだよ、めっちゃいい。手まつげ、本当に気に入らないんですよね。まつげあった方がいいんだよ。これ、バッサンバッサンやるのが、もう目がほっぺり耐えられないんですよね。私はもう、いつも二人が喧嘩してるので、好きにしてればいいと思います。まあ、自分ではそんな、高いお金を出して買ってるわけじゃない。買ってない、安いの買ってる、たくさん。そんなお金もたくさん持ってませんし。持ってないよ、お母さん持ってるの。こういうのが好きだからっていうことなので、目をつぶる面もあるし、まあ、家の近所ではちょっと勘弁していただいて、原宿だったらまあいいかなっていうふうには思うようになりました。家で休みで出てるから、お母さんには迷惑かけてないと思います。まあこの辺ぐらいで収まってくれればいいんですけどね。もうはぁって感じ。ちなみにキャリーちゃん16歳よ。そして続いてお部屋を公開してくれたのは、ロリータファッションに憧れて日本へやってきたという姉さんです。何系ってんですか。今日は、ロリータファンです。どちらの国の方ですか。アメリカから日本に来て、どのくらい経ちますか。欲しいですか。3年で売り歴っていうのは2年ってことは、日本に来てもうすぐに可愛いなと思って。いや、ずっと僕もね、可愛いと思ったんですけど。アメリカにいる時から。そうですね、らしいです。アメリカにはそういうロリータの格好をしてる方っているんですか。今はちょっといるんですけど、前は全くいなかったんで。らしいです。普段からこんな格好。ロリータは多分13ちょっとカジュアル、カジュアルです。普段ジーンズとか履かないんです。ジーンズは持ってないんです。どこ行くにも結構基本はロリータ。そうですね。コンビニ行くときは普通に。そんなケイちゃんのお部屋見せてもらいました。こんばんは。わお、ピンクですよ。ピンクですね。でもね、ティッシュケースもピンク、調理器具もピンク、そしてフォークやスプーンもこれピンクだったんですよ。現在主食の学校でデザインを学ぶケイちゃん、ドリータッフのデザイナーを夢見て頑張っています。こちらの作業場です。そして本棚にはドスよりビックがいっぱいありますよ。これを買ったのはどこですか。ニューヨークの木の国。木の国屋でこの雑誌を買って憧れていたと。それ以来ケイちゃんは日本のロリータファッションに猛夢中。
クローゼットの中はロリータ服でいっぱいでした。女の子の部屋ってこういうことですよね。ね。では最後に極めつけのゴシックファッション爆笑ゴシックインタビューです。すごいでしょ。すごい。このファッションっていうのは何系なんですか。私は白ボスです。今日は白ボス、はい、何系なんですか。エスニックのつもりですかね今日とりあえず。何で顔塗ってるんですか。これはドーランですね。ドーランで塗ってるんだ、うん、メイクを取った顔とかって普段こんな感じですってあるんですか。ありますあります。やだ、あんぱい出てきた。お財布も白じゃないんですね。こんな感じです。かわいいですか。もともと色白い。いや、これはフラッシュで。フラッシュで白くしてるね。でもなんかさっきからちょっと笑えない感じがありますよね。はい、すいません。ね、口開けられない。はい、開けられません。口が白い。動乱、縦書きになる。待っていますよ。私は高知です。高知県です。はい、県。神奈川。高知にいる時なんですけど、はい、どうしてます。はい、でも周りにはどうでした。あ、結構いましたよ。結構いるの。白塗りはいなかったですけど、ロリータさんとかゴシックさんとかいました。高知県っているんだ。これ、はい、法廷。法廷じゃないです。あ、法廷ガーゼじゃないの。ガーゼだと。え、これテーマはどういう感じなんですか。今日のテーマは白い人なんですけど、白いんですよ、白い。白いかわいい。笑えない。それではご覧ください。そこで、原宿コレクションです。やれるんだね。やりますよ。あれちょっと原宿に行かないといけないよな、これ。ぜひ、ね、行きましょうよ、宮本さん。勇気いるな。本当にたくさんの方にお話聞いたんですが、はい、共通しているのが本当に純粋にあのファッションが大好きなんだなっていうことなんですね。まあ、格闘技の子もいるよね、一人ロリータファッション。そうなんですよ。ファッションだけじゃなくて、その夢だったり特技趣味にも、もうすごいこだわりを持ってる。そういうところは素晴らしいなと思いましたね。おしゃれするためにバイト、学校、あと節約もすごいしてるんですって。北沢さん、ご覧になってどうですか。いや、テーマがありますからね。テーマがあるね。すごいなと思いますね。ああ、もうここまで来るとね、普段の皆さんの顔がどうしても見たい。